You're listening to Shibuya Cross FM. はい、皆様こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。はい。月に2回、水曜日夜10時から国際ビジネス大学校渋谷オープンキャンパース。やった、わわわわんってなった。嬉しい嬉しい嬉しい。はい、なんか静かですね渋谷。今日ね渋谷はね静かですよね、はい、静かでございます。はい、静かなんだけれども花粉が飛んでますね。もう、バッチリですね。バッチリですね。はい、花粉もありますし、またねコロナの影響でいろいろありますから、うん、ここも、ちゃんと掃除をして、はい、3密にならないようにということで、気をつけて今日もスタートいたします。はい、それではですね、国際ビジネス大学校ということで、はい、国際ビジネス学校ってどんな学校？教えて。はい、やっぱりですねキャリアだけじゃないっていうですね、うん、自分の人生をデザインするイノベーションスクールになっております。なるほど。イノベーションスクールって何？いろんなですね学科がありまして、普通の学校では学ばないことだったりとか、例えばマジシャン学科があったりだとか、うん、僕でしたらソロバン学科があったりだったりとか。ソロバン何級？10段です ね、うん、ね、9って言っちゃいけないね。はい、はい、村教授がね、取材を教えておりますということで、はい、いろんな年齢もね関係ないのね。そうです、ね、そうなんですね。若い子から、はい、年配の方も、はいはい、初回学習ですよね。そうです ね、 ね、はい、まあ、社会貢献家ピどうぞ。はい、社会貢献家、うん、やっぱりですね社会貢献、今SDGs だったりとか、はい、大企業でもやっぱり取り組んでるということに、うん、でですね、社会貢献活動と活動、うん、あと、ビジネスの両輪をこううまく回せるような資格を今中谷理事長の方で、はい、公式セミナーとして育成しております。そうですね、卒業なんじゃないの？もうすぐ。もう今月で卒業です。ね、ね、そう、一期生がね早いよね。卒業しますので、ね、早いですね。うん、あっという間ですね。で、ね、で今二期生が走ってまして、ね、後ろをね。で四月からは三期生募集です。イエーイイエーイイエーイ。はい、募集のですね、ちょっとシートをご紹介しながら、はい、はい、こちらです。はい、四月。入学ということで。そうですね。はい、いよいよですね、もう3期生ですから。はい、もうたくさんね、たくさんいますけど、まだ若干ね、余裕がありますから、うん、もし興味ある方は、ホームページ通じてもいいですし、はい、事務局の方、うん、事務局の方に連絡いただければと思います ね、 そうですね、はい、はい、まだ間に合います、まだ間に合います、はい、ね、もう本当にね、いいんですよこれね、 R マークついてますし、あ、はい、まあまあ、実はね、はい、これは実際に理事長からも学べるし、さまざまな教科がね盛り込まれて、そうなんですよね、はい、まあ、実業とあとこの社会貢献等で、ね、うん、一緒に学べていきながら、今のね、まあ、ある意味仕事の方もどういうふうに生かしていくかっていうことと、うん、あとそれをねまたこの社会にどうやって還元していくかっていうことも、新しいビジネスモデルをね作っていただければと思います。そうですね、実際にリアルでね、もうビジネスをもう最前線で走ってる方々が講師ですから、そうなんです、生の授業、うん、そうです、まあ、高校生社長のね、うん、今日龍馬さんがいませんけど、あ、そうですね、3月めでたくですね、多分日本初というか世界初だと思うんですけど、うん、3月3日、令和3年3月3日に、一般財団法人、そうでしたね、国際レフトリスト協会というのが立ち上がりまして、はい、まあ、絶滅危惧種をね、うん、助けていこうという活動にもつながってまして、はい、そういったどんどんすごいです、ね、新しい企業も作っていきますし、うん、どんどん新しいものを、ね、生み出していこうという学校になってますね、うん、で実際にね国内だけではなくて、もうやっぱり海外グローバルな、ね、はい、グローバルに行こうということでね、はい、うんうん、楽しみですね。そうですよ、はい、理事長のこの胸についての SDGs、ね、SDGs の方の、はい、そうですね、はい、皆さんね、はい、今日学校のちょっとバッジやね、うん、
ちょっと 裏に忘れてきましたけども、はい、ね、裏にそう、はい、大丈夫、このランドセル T シャツがありますから大丈夫です、はい、はい、それではですね、ランドセル T シャツということで振りましたので、はい、花ちゃんがランドセルについての、ね、説明をお願いいたします。はい、ランドセルは子どもたちの勇気と希望を作るタイガーマスク運動、うん、ランドセル基金事務局の花で使ってもらいします。皆さんよろしくお願いします。はい、パフパフ、はい、頑張って。はい、ですね、今日はですね、前回にもちょっと、うん、皆さんにお知らせしたんですが、うん、3月7日の方に沖縄の方に行きまして、うん、でランドセルをプレゼントしたっていうので、ちょっとその報告をさらに、うん、そうですね、はい、していきたいと思います。はい、皆さんにも画像を見ていただきましょう。はい、あー、かわいい。そうなんですよ、うん、まあ、うち のランドセルと、マミーズマーケットの、うん、松田、はい、エレナさん、エレナさん、はい、とコラボして企画なんですけど、うん、沖縄の子どもたちに実際に行ってプレゼントしてきました。はい、はい、まあ、理事長とはい、ソロバン学科の村先生と、はい、行ってきてちょっと、はい、感想を聞いて、そうですね、はい、実際にだってこの場にいらしたからね、はい、はいはい、理事長どうですか。まあ、ちょっとこの3人のね、子供さんの写真ですけども、うん、まあ、女の子はね、今回はピンクが欲しいってことで、うん、まあ、一番左の女の子もピンクなんですけども、はい、ピンクピンクですごく喜んでくれてて、うん、男の子もすごい恥ずかしがりながらも、うん、喜んでね、くれて、最初はちょっとね、やっぱりね、皆さんちょっとたくさん来るので、うん、ちょっとびっくりした感じですけど。なるほどね。あと、まあ、昼寝してて、はい、ちょっと渡せない子供いまして、あ、そうなんですか。まあ、かわいい。起きてから渡すというね、うん、そういうアクシデントもあったりとかして、そうですか、かわいいですね、本当に ね、すごい喜んでくれたのがね、良、うん、かったですね、本当ね、うん、久しぶりですね、こう手渡しができたのが ね、なかなか今回ね、うん、ずっとね、東北とかずっと送らせてもらってね、はい、やってきたんですけども、今回はちょっと手渡しができるような形になりましたので、うん、まあ、子どもたちも逆にすごいね、もう実感が、そうですね、湧いて、みんなからすごく称賛されて、はい、なんか認められた感じでですね、はい、もう1年生から頑張っていこうっていう感じだったので、すごい嬉しいですね。そうですね、うん、また理事長がね、こうタイガーマスクこう、あ、そうですね、ちょっとこの左のね、ところの一応、やっぱりタイガーマスクからもらえるっていうのも嬉しいでしょうしね、うん、そうそう、実際手渡していただけるというのも嬉しいし、タイガーマスクのメーカー売ってるとね、うん、妹とかがね、はい、妹弟がね、後ろで泣き喚いてました、ね、怖くて、怖くて、うわーって、そっちのがね、すごかったですけど、あ、そうですか、ものすごい反応してくれて、うん、いいですね、ものすごい怖がって、で、怖いもの見たさでこうね、また来るんですよね、なるほど、隠れたのにね、また泣き殴ってからなんかこう見に来るという、ちょっと面白いね、光景がありましたけども、はい、でも本当に、うん、まあ、新1年生ね、もう4月からね、うん、入学していきますんで、もう全国のね、うん、子どもたちこれでね、学校に行ってくれたら嬉しいなと思いますね。そうですね。で、実際にこのね、写真を見ていただきますと、屋外で写真を撮影してるんですけれども、はい、やはり3密を避けるということで ね、 そうですね、いつもの、屋内ではなくて、外でね、はい、させていただくということで、ててはい、十分気をつけて、ね、はい、お渡しさせていただいております。はい、沖縄ね、すごいいい風がね、はい、吹いてよかったですね。いいですね、だって、はい、ちょうど暖かくて、また本当にね、全く違いますよね、天候がね。そうですね、はい、で、久しぶりかな、沖縄に帰ったのは。そうなんですよ、ね、理事長の方が沖縄に帰ってるっていう帰ってるっていうわけじゃないんですけど、はいはい、もう本当沖縄に結構ちょくちょく行かせていただいてまして、ね、うん、まあ、本当にそういう面ではね、うん、まあ、東北もね、そうですし、全国たくさんね、今回も、はい、関西とかね、いろんなところに送らせていただいてまして、うん、本当に嬉しいですね。そうですね、こうやってまた写真撮ったやつをね、うん、また送ってもらって、うん、で、まあ、それをね、見させてもらって、ちょっと顔の方はね、ちょっと映せないんですけども、はい、あと、まあ、映しても OK でも一応、一応ね、ぼやかしてやっぱりやるっていう形にはさせていただいてまして、うん、まあ、これ個人情報のね、はい、関係もありますから、うん、そんな感じで後ろ姿なんですけども、ね、かわいいな、喜んでくれましたね、うん、やっぱみんな草履ですね草履ですか、ね、暑いからね、暑いからね、みんな草履でしたよ本当に家族全員草履で、あ、そうでしたか、へ、
あの久しぶりにねああやってこう手渡しができて、はい、本当にもう、うん、でもあのやっぱりあの沖縄に、うん、あのそうやって渡るっていうのもこうやっぱり嬉しいですね、うん、その自分の故郷なので、ね、そうだよね、うん、いやー素晴らしい。だけど本当にこうあのいただきたいですということで、はい、要請を受けて、はい、で何箇所かにね、うん、お届けに上がったと思うので、はい、ね決められた時間内で移動しなきゃいけないから、ね、またね結構ねハードでしたね、ハードでしたね、うん、結構ねあの沖縄って本当長いんですよ、はい、すごく、はい、だから移動にね1時間半とかね、そう、あーそうか、結構その時間時間で、うん、あの設定をまあ本当にね現地の皆さんサポートしてくださって、うん、で私たち2人でね、うん、でもう本当にあの、はい、ランドセルを配らせてもらって、ね、その活動がね、まあ、大変認められてあのマミズマーケット の、 その、ね、はい、松田エレナ代表と一緒に沖縄タイムスに ね、 そうですね、写真の地元の載りましたよね、有名な新聞で、まあ、載っかしてもらって、はい、そうなんですこれね、はい、はい、まあ、結構大きく取り上げていただいたりとかして、うんうん、でまああの沖縄タイムスタートもう一個ね、はい、琉球新報っていうのは両方とも載せさせていただいて、はい、ヤフーニュースにもあの載ったみたいなので、結構全国からも問い合わせがありました。はい、うん、なるほどですね。やはりあのこのマミーズマーケットの、 あの、はい、活動というのも、はい、あの貧困家庭の支援と、そうです、ね、それからオレンジ運動ということ で、はい、で多分皆さんオレンジ運動って知らないんじゃないかなと思うんですけれども、虐待ですかね、うん、今、まあ、すごく幼児虐待とかね、うん、あの子どもの虐待が多いもんですから、まあ、そういうのをやめていこうっていうのと、うん、まあ、食料もね、はい、やっぱ食べれないのが一番辛いですから ね、 そうですね、やっぱりあのそういったところをサポートしようっていうのを、はい、もうずっとやってらっしゃって、うん、まあ、前回の去年もあのエレナさんたちと一緒に、はい、あの児童施設の方に一緒に行ってランドセル渡させてもらって、はい、まあ、その時はあのスーパーマンの格好だったんです。あ、なるほどですねそうか、スーパーマンってやっぱりタイガーマスクだとね、怖さがちょっと違います。ちょっと違います顔が出てるのとね出てないのでは全然違うんですよね、うん、なるほど ね、 ね、やっぱり手を変え品を変えね、うん、いろんな形で子供たちに夢を与えるということで、はい、そうです、本当に、ね、はい、素晴らしいですね、うん、やはりこの活動もねずっとほら、そうです、1個のランドセルから、はい、今ね始まって、ね、全国各地にね、お届けされているということで、はい、そうですそうですね、本当に素晴らしい、ね、はい、わかりました。じゃあ、あの、あとありますか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、それではね、ランドセル活動も着々と進んでおりますので、はい、この新学期がスタートするまでまだ続きますね。そうですね、はい、もうちょっとあの続きますけども、まあでも、はい、ある程度、うん、はい、届くことができたかなっていう感じですね。あともうちょっとですかね。はい、ねー、はい、はい、それで引き続き皆さん、はい、頑張っていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではここで、本日の1曲目を入れさせていただきます。はい、タイニーリトルチャームでウェンディ。新しい朝が
い、今宵のファーストナンバーはタイニーリトルチャームでウェンディーをお届けいたしました。あら、ちょっとシャッフルしましたね。そうですね、席替えがちょっとありましたね。席替えが、そう、最近、はい、そう最近これね楽しいんですよ、席替えがね、はい、そう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 、あの私もそのうちこう一緒になってこうぐるぐる回ってみようかな、ぐるぐる回ってそう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 、うん、そういいね。はい、それでは引き続き、この国際ビジネス大学校渋谷オープンキャンパス進んでまいります。はい、はい、聞いてる方はあら後ろに誰か今まで見たことがない人が座ってるよって思ってたと思うんですけれどもはい、今日のゲストでございます。はい、はい、国際ビジネス大学校の広告戦略マーケティング学科及川聡先生です。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね理事長も一緒に、はい、あの2人で、はい、宮城県からお帰りです、うん、お帰りなさーい。帰ってまいりました、ね、やっと間に合うようにね帰ってきていただいてありがとうございました。本当、ね、打ち合わせもそこそこに本当、はい、にね本当、ね、もうお忙しいからね。そうなんですよ。で、実際にですね、あの及川先生は、はい、あの宮城県出身ということもありまして、はい、後ほどね、そのお二人のこの宮城県での出来事、そのご報告をさせていただきますけれども、はい、まず最初に及川先生、はい、はい、及川先生についてちょっとご紹介をさせていただきますと、はい、理事長がですね、いつものこうアンテナがこうピーピーピーってなってて、ピッて及川先生にくっついちゃったんですよ、はい、まあそうです、そうです、そうなんですよ。でもその通りですね。で、で、あの実際にその及川先生がされているこう社外ナンバー2を目指すっていうですね、その基本姿勢で、まあ、人と人との接点調整をする、でその社外にいながらにして会社を発展させていくっていうところの、ね、お仕事なんですけれども、はい、これについて少しご紹介いただいてもいいでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、社外ナンバー2というところで、まあ、私こう経営者の方すごくこう頑張ってる方たくさん見てきてですね、でそこで思ったのがやっぱりその人のすごくこう実力であったりとか実績であったりとかすごくいいものがあるんだけれども、なかなかそれが世に伝わらないとか継続できないとか、なんかそういうところに心苦しさがすごくあってですね、なるほど、そこと私が関わっていけたらいいかなっていうところからやっております。はい、まあ、これはのベースにまあ、いろんなねこう学んだことがあるとは思うんですけれども、はい、これをねちょっと生業にしてみようと思ったのは、はい、なんかきっかけ何かありますか。あ、というとですね、うん、逆に自分が特別なものがあまり持ってなくてですね、何、うん、かこれで秀でてるっていうものでなんかトップに踊り出たっていうことがなくてですね、うん、逆にこう誰でもできることをこうみんなが、はい、誰でもできるけれどもみんながやりたくないこととか、うん、なんかそういう手間だけどちょっとこういう人がいたらなっていうポジショニングをいつも取ってたら、うん、なんかそこで お金が払ってくれる方が出てきて、うん、仕事になってきたというような形です。なるほど、はい、なんとなくこう話を聞いていると自然体でそうなった感じなんですけれども、はい、それはやっぱり得意技だったんですね。ですね、うん、でまあ、家族構成もあるのかなと思うんですけど、うん、私が3人兄弟、お姉ちゃんとお兄ちゃんがいて、はい、で末っ子だったんですけれども、そこでなんか上の2人の様子を見てて、あ、こういうことしたら怒られるから僕こうしないでおこうとか、あら、こういうことして喧嘩になるんだったらちょっとそうなりたくないからちょっと避けようとか、うん、なんかそういうようなことを自然に見て育ってきたかなというのはあります。なるほど、はい、末っ子なんですね、はい、です。理事長は、僕はあの長男なんですけど、まあ、姉がいて、はい、まあ、妹もいるんですけど、あ、まあ、真ん中なんですけどね。真ん中ですね、はい、村教授は4人兄弟全員男なんですよ。ああ、なるほどで僕が長男お長男、はい、なるほど。花ちゃんは3人兄弟の男は3人でしたよね違いますよ違いますよ3人兄弟の兄2人の末っ子、うん、あ、末っ子だ。そう、末っ子ですね。今言ってることが分かる。あ、分かる。あ、あら、やっぱりそういうポジション取ってしまう。はい、あと容量いいですね。あ、容量がいい。いいですね、うん、はい、なるほどね、やっぱり出ますね。もうめちゃくちゃもう食べ物についての容量いいですよ嗅覚がすごいんですよ今日何食べに行くととかもう大体ねバレてますからねすごいですよ、3番目すごいですね、面白い。食の容量ですね。へえ、そうか、まあ、そういったことで、はい、ね、及川先生は末っ子ならではの、はい、
そのこう皆さんをね調整する、うん、はい、そうか、兄弟をまず調整してたんですね、はい、学んでましたね学んでた、はい、でもやっぱりそれが、うん、あの会社で生きるっていうところがまたすごいですね、はい、あ、そうですね、うんうん、でもこうなんか仕事っていうと特別なものとして捉えられがちなんですけど、うんうん、でも実はこうどういうところで成果が生まれるかとか、うんうん、どういうところで評価されるかっていうと紐解いていくとやっぱり日常生活の接し方とか、うんうん、声のかけ方と か、うんうん、なんかそういうところがやっぱベースになるんだなっていうところがあってですね、うんうん、そこが一番みんなが分かっているより分かってないということが見えてきて、うんうん、まあ、そこだったら私も戦えるかなっていうところで、うん、そのポジショニングを取り始めましたね。なるほど。そうだから年配の人ともちゃんと合わせれるし、はい、若い人とも合わせれるしね、うん、結構ねカメレオンみたいな、カメレオン、なるほどなるほど、こうちゃんとバランスよくペロッといきますから、ペロッと、はい、まあ、それがねそのほら上手にさらっとされるのであれば、うん、でなおかつその会社の発展につながっていくっていうところがポイントですよね。素晴らしいですね、うん、やっぱり結果を出されてるからこそお金を払うっていうね、うん、ことになるんですよね。はい、まあ、そうするとその企業のコンサルみたいな形になるんですか。強引に当てはめるとそうなのかもしれないですけど、うん、でも相当泥臭いことを 99% やってます。泥臭いというとどんなことかな、はい、で本当にこう一人一人でちゃんと揉め事であったりとか問題があったらちゃんと相対して話を聞くとか、それに対してどう解決できたらいいかっていうことを、まあ、逃げなり向き合うとか、コツ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 こうやり続けるっていうこと、まあ、そこがまあ本当に泥臭いところかなと思ってますね、はい、まあ、確かに社外の人だとなんか言えてしまうことがありますよね、うん、そうそうそう、本当のことを言える、はい、あのね、社内の人だとあこの人言ったら絶対チクられちゃうよね、うん、みたいなのとかいろいろあるもんね、うんうん、まあ、結局同じことなんだけれども、はい、どれだけこうハートを開けるかどうかっていうところもありますね、うん、ありますね。そうか、じゃあ相当あのいろんな方のお話を聞く、はい、うんうんうん、そうですね、そういうことをまあ恵まれてたというか、上の方からもあの可愛がっていただいてってことが多かったので、うんうん、そういう機会に触れることが多かったと思います。へー、はい、じゃあ今回ですね、はい、この国際ビジネス大学校でこの教科、うんうん、ね、学科を持つということで、うん、はい、なんかどんな形でこう発展させるとか、はい、なんかこう意気込みを教えていただけますか。うん、はい、ありがとうございます、はい、ま、広告戦略ってなってくるといろんな手段があると思うんですよね、うん、今 SNS も、ま、Twitter、Facebook だとかインスタとか、うんうん、ま、YouTube もそうですよね、あると思うんですけど、でもこうやっぱり根本の人が動く理由であったりとか、どういうふうにしたら人が動くのかとか、うん、なんかそこを理解せずに手段に目をいってしまっている方が多いかなっていうのがあったので、うん、やっぱりなんでそういうふうに動くのかとか、なんかその根本の考え方とか、うん、まあ、そこをベースとして伝えていきたいかなっていうのはありますね。うん、はい、どうですか理事長、このあのね、広告戦略マーケティングってすごいかっこいいでしょ、うん、はい、でも本当はね、本当の学科はモノマネ学科に行ってますこれまあこちらのね、あの横綱もそうなんですけど、本当のあのモノマネ学科なんですよ。でグッサン、グッサンってわかります？グッサン、山口グッサン、似てるね、グッサン似てる、誰かに似てると思ってたの。グッサン、グッサンって言って、そうですね、本名言ったことなかったんですよ。はいはい、ね、そうですか、ちょっと声も似てるんですよ、はい、うん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 、骨格が似てるんで、そうですね、声も似てるんですよ、うん、多分ね、目つぶったらあの声も似てますよ本当ですね、うん、よく言われましたか。言われます。でね、あの前回ね、うん、ちょっと何ヶ月か前にお立ち寄りいただいた時より小さくなってるんですよ、うんうん、あら、気づいてくれました。はい、嬉しい。めっちゃ絞ってますから ね、めっちゃ絞ってますよ。キュッキュッて絞ってます、はい、またなぜ、うん、特に言わなかったんですけど、あ、でもまあそのトレーナーの方もちょっと支援をしてるっていうのもあったんですけど、うんうん、ただやっぱりこう今年から新規っていうのいろいろ自分もこう自分で仕事をより拡大していこうかなというところで、うんうん、自分に活を入れるためにもですね、ちょっと自分に厳しくそういう習慣を身につけたいなというところからスタートしました、うんうん、なるほど、はい、体を鍛えるっていうのはね、いや、もうめっちゃ一番いいですね、まさにあの一番自分の修行できますよね、うん、理事長何笑うんだよ鼻息荒いでしょ隣でどうして私を見るの隣で鼻息荒いでしょどうして私を見るの
みんなみたいな。今ね縄文カットから伸びて今弥生式のカットに今弥生式あのだいぶちょっと進化今してますからね。可愛くなってますからね、どんどんあのいいですね、可愛くなってるのはやっぱりいいことですよ。そうそう、人間やっぱどんどん進化していくんで。そうですね、なんか後ろの方もどんどん進化してる気がするんですけど。そうですね、本当あのそうなんですよ、半年ね、半年前ぐらいまではあのもうキュッとものすごいね締まってて、自分のお父さんが気づかなかったぐらい絞って、通り過ぎたお父さんが迎えに来たんですけど、空港に分からなかったぐらい絞って。そうなんですよ、本当実の父親が分からなかったの、分からなかったぐらい自分の前にいた太っちょのところに車を止めたんですよ。でその後に僕が道路に飛び出して手を上げたんで、うん、あと慌ててハンドル切ってまた来たんですよ、うん、全然誰か分かんなかったって、うん、そうまた帰ったら、うん、あ元に戻ったねって。そうです、すごいね、面白いですね。あのね、このあの事務局の方々もねどんどん進化しつつ、もうすごいですね。うちの事務局はなんか食べ物がやたら多いんですよ。なんかあお土産いただいたりね、お土産もすごいいただいてますし、はいはい、なんか来る人来る人がみんなが持ってくるんで、うん、でもすぐなくなるんですよ。いや本当に誰誰めっちゃ綺麗になくなってるんで、うんうん、まあ誰かがね捨てて処分してるのか、ね、処分してるのか、ね、蓄えてるのかでしょうね。面白いもうね、まあね、こういうあの、はい、面白いですよ。ゲストがねいらっしゃらないときは、うん、この事務局メンバーでね、うん、やるんだけど、うん、もう笑って笑って50分終わっちゃうみたいな。そんな感じなんですね。最高ですね、最高ですね。幸せですよ、うん、きっと先生のあの学科もそんな感じになりそうですね、はい、みんなでモノマネやっちゃったりなんですね。まずは入り口で、はい、そこから広告戦略マーケティングですから、うん、そうですね、だから1個2個3個ぐらいは、うん、なんかね自分のモノマネができるやつ、うん、はい、前にあの、うん、出てもらった天才ビジネス交渉人学科の、はい、あの町田慎吾先生、はい、今ね、うん、5個ぐらいモノマネができるんですよ。うっそ、すごいですよ。すごい進化、もう僕振ったらもう全部何でもできるようになりました、うん、すごい進化ですよ。すごいですね、慎吾だけに今慎ゴジラって言われてますけど。いや本当にめちゃくちゃうまいね。はい、うまかったです。もう一緒に実践してもらって、う歌いながら、うん、もう自慢げに18番歌ってるんですよ、うん、理事長が隣からもういろんな人バン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 サンドイッチマンとか言うわんの、うんうん、志村健とかね、最近尾崎豊とか、うんうん、郷ひろみとか福山雅治とかね、もう5、6個今いけてますから。本当、先生も負けてはいられませんね。ちょっと負けてもないですね、負けてられませんね。ムラムラ来ましたね、はい、ムラだけに、はい、ね。もうね、まあ、こんな調子でですね、はい、あの事務局は笑って笑って、はい、50分なんですけれども、はい、でもやっぱりその事務局がこう和気あいあいとしているので、うん、先生方もきっとね働きやすいと思います。ね、最高です本当に。もうん、楽しみですね。で、あの国際ビジネス大学校での、まあ、特別な学科ということを聞いてるんですけども、うん、はい、あの先生の学科、はい、この国戦略マーケティング学科、はい、うん、はい、なので先生のそのレッスン、うん、授業を受けたいときには、はい、このオープンキャンパスじゃなかった、うん、ビジネス大学校、はい、ここ来ても学べる。いやでもねいいですよね、広告やっぱり戦略、うん、もう今ね、うん、あの無料で、昔はもうね、うん、なんかテレビとかやっぱりねスポンサーになってものすごい莫大なお金払わないと、うん、テレビとかねいろんなこうメディアに乗らなかったものが、うん、今本当にその SNS っていうものを使いながら、うん、まあ、さっきねあの井川先生言われたように、うん、やっぱりこうちゃんとねあの土台をしっかり持って発信していくっていうのがね、うん、一番大事だと思いますから、うん、もすごいですよ ね、 ね、本当に、うんうん、なのでぜひですね、はい、あのいつでもスタートできますね、国際ビジネス大学校、はい、はい、もう GO OK ですよ、ね、はい、なので、日本中もしくは海外オンラインでも、はい、はい、Zoom などで ね、 でね対応ができるので、はい、本当にこれは便利になりましたね、はい、うん、そうです。なので、それがもうほとなんかグローバルスタンダードになってきましたもんね。いや本当そうですね、うん、今の時代は ね、 ね、 Zoom などオンラインでの授業、うん、ですのでそれはちょっと楽しみかと思います、はい、ぜひ事務局にご連絡をお願いします、はい、ね、はい、はい、それではですねここで
中吉先生の曲を1曲入れましょう、はい、マジですか、うん、はい、ありがとうございます。これ合ってる？行けタイガーマスク。あ、じゃなくてタイガーマスクだけですあ、ごめんなさい、あのそれはね、あの昔の最初の歌は行けタイガーマスクだったんですけど、今はもうタイガーマスクだけであの、ね、カバーさせていただいてます、はい、大変皆様失礼いたしました。中吉先生でタイガーマスク。はい、今宵のセカンドナンバーは中吉先生でタイガーマスクをお届けいたしました。これもね、いい歌ですね。ね、いい歌ですね。誰が歌ってんの？中吉先生ねはい、それではですね、及川先生のお話も聞いたところで、はい、実は及川先生が宮城県出身ということで、うん、明日がね、311ということで10年になりますけれども、実際に本当にお二人が宮城に行ってきて、で帰ってきたばかりの、その、まあ、報告というか、ぜひそうですよね、皆さんにお願いできたらいいですね。ちょっとまあ及川先生も宮城県出身で、あと被災地のね支援、まあ応援協会っていう協会で私も理事とかさせてもらってるんですけど、まあそこの団体も含めて今回ね、もう本当に子どもたち被災して本当に亡くなって、ね、もうあの津波がすごいところで、今回はイスラエル大使館の大使まで来てもらって、その大使の方々が、まあ、その子どもたちのために施設を作ってくれて、すごいですね。過去と未来っていう、あの部屋があって、過去っていうのはその被災した時のもう写真がぶわーっと中に あって、で未来っていうのは これからのこの街づくりっていうので2つ部屋があるんですけど、まあ、そこに、ね、それを、ね、イスラエル大使館の大使が建ててくれて、で今回はあのね、あの農業がねイスラエルすごいみたいで、あの今回ねすごかったですよ、農業革命で、あの下にね、あのあったかいなんていうかな、あの動線を作って、あの何でもね作れる、いちごでも、あのなるほど、あったかく、だから寒いじゃないですかね、こっちは寒いのであったかくして米も作れるし、何でも作れるっていうのをイスラエル大使の方が寄付されて、で子どもたちがそこに苗を植えていくっていう、まあ、あの今日はあのことがあって、で一緒に行って、でさっきちょっとお話したあの日本橋のね太鼓茶屋っていうお店の大将も行って、マグロをねさばいてくださったんですよね。あ、じゃあマグロのそのちょっとお写真を見せていただきましょうか。ぜひ見ていただければと思いますけど、あ、これです、これです、あの大きなマグロが
クロマグロ。すごい。これをじゃあ皆さんの前でさばいたの。さば、ね、いて、うん、この頭の部分はもう一番前にあの女の子がもうこれ欲しいとかって言って持って帰っちゃいました。はい、持って帰っ、まあすごいですね。すごい。でもきっと嬉しかったでしょうね。嬉しかったでしょうね、あれ、うんうんうん、あれ帰ってね、多分家族の人みんなね。はい、次お願いします。子供たちが来て、釜の部分で、釜の部分が美味しいんですよ、うん、この釜のところね、うんはい、ここをまたじゃんけんでね取り合いになってましたね。ね、いや本当子供たちもう真剣にじゃんけんで悔しがってました負けた子は。釜二つ取るじゃないですか、ここね、二つ二人がとあの獲得してまして。すごいね。すごいですよ、うん、で実際にねお子さんもいらっしゃるんですけど、やっぱり地元のね大人の方々もね、たくさんお越しになってて、はい、最初着いた時はね、うん、ほとんど人いなかったから、あ今日やるのかなって思ってたぐらいシーンとしてたんだけど、うんはい、始まったらね、わーっと人がいて、うん、たくさんいらっしゃいましたね、うん、やっぱりねこういうことで、まあ、皆さんがこう集ったりでね、はい、他の地域の方々とこう交流をするというのも、うん、ね、そうですね、うん、温かいこうなんていうかな、こうつながりというのかな、そうですよ、ね、やはり10年経つということで、やっぱりだんだんなんかちょっと希薄になりつつあるというのもあるのかなと思うんですけれども、うんうん、だからそれを忘れないためにも、うん、そのちゃんと、ね、過去と未来っていうところでちゃんと残していこうっていうところで、うんうんまあ、私もちょっと見させてもらいましたけど、うん、いやすごいあのうわこんななってたんだと思って、で、うん、周りにものすごい新しい、ね、学校とかも新しかったんで、うんまあ、でもすっごく綺麗に整備されてきてはいますけど、うんうんうん、まだまだでもね、うん復興がまだまだちょっともう少し追いついてないような気もちょっとしますね。そうですね、あの、ま、イスラエル大使もねご一緒だったということで、はいまあ、そのあたりの写真はやっぱりね先にあの私たちが出すわけにいかないの で、ね、今日はちょっとまだお店ができないんですけれども、はいまずこの部分だけね、はい、そのマグロの解体ショーということで ね、楽しんでいただいてね、よかったです。はい、お写真ありがとうございます。なるほど。で実際に、まこのね、はい10年前の3月11日は、うん、及川先生は東京にねいらしたと思うんですけれども、はいうんはい、その時のそのご両親とかとの連絡とかどうでしたか。ああですね、最初もうすぐに、ま、宮城の塩釜っていう港町なんですけど、うんはい、津波があったっていうことを聞いてたので、うん、本当に町自体が港町でもうそういう被害が一番受けるんじゃないかなというところから、うんまあ、でも連絡取ろうとしたんですけれども、まあ、電話もつながらないですし、うん、その時はメールですかね、 LINE はなかったら、まあ、メールでやり取りしてもなんかこううまくできないっていうのがあってですね、でそこで初めてあの災害用伝言ダイヤルってあると思うんですけど、はいまあ、NTT のね、そうですそうですそうです、はい、あれを活用させていただいて、うんまあ、メッセージでこう生きてるよと大丈夫だよっていうところをまあいただいて、あ、まあ、一安心だったから。やっぱりあれは万能ですね。いやあれはすごいですよ ね、もう唯一あるにつながったものですから ね、うん、あの時に ね、何かあった時にやっぱあれを活用するべきですね、ですね、はい、使い方大事だなと思いましたね、知っておくっていうのは。そうですね、でも良かったですね、本当にそう、ね、安心できてね、はい、やっぱりねすぐに支援しますって言っても、はい、なかなかね当初はいけませんでしたよね。そうです、ね、そこからどん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 復興が進んで、はい、であの理事長は何度かあちらに、はい、もうあの、ね、震災の3日目には僕トラック借りて、現地に行ってましたけど、まあ行くまでにね18時間ぐらいかかりましたけど、まあ、支援物資とかをもう運んでね、はいまあ、ちょっとその時はもうすぐ3日後だったので、まあ、2人で、私の友人と一緒にあのトラックで行って、まあ、できることないかなと思って行ってみないと分からなかったので、はいまあ、とりあえずできるところからあの、まあ、1週間ぐらいちょっと行ってやってきましたけども、まあすごかったですね、本当にちょっともう鮮明にねちょっと今でも記憶が蘇りますけども、ですかね、なかなかねこうちょっとこうテレビで、はい、あの様子を見た時に、ね、なんかこうなんだろう、まあ、もう映画以上の、まあ、映画以上のリアルな、まあ、状況で本当にね、まあね多分でも だいぶ堤防がねすごい高く作ってありました、はい、なんか
だから、まあ、一応それを対策を、ね、うん、地元の方々、うん、まあ、ちょっと議員の方も何人かいらっしゃいましたけども、うん、あのそういう対策はされてんだろうなってちょっと思いながら、うん、でもなんかね、またあの皆さんそういうことがあってもまた同じところに家建てられてるんで、なんかあのすごいなと、ちょっとね、ちょっと僕だったらちょっと違う、ちょっともっと高台に行こうかなって思ったりもするんですけど、ね、ちょっと低いところに皆さんね、まあほとんど新築になってましたけど家が、まあでもすごいなと思いましたね。やっぱりですね、こう郷土愛というか、そうですね、やっぱそうなんでしょうね、まあ代々ねそこにお住まいになってるからだと思うんですけどね。ですか、あのちょっとまた話が戻ってしまうんですけども、はい、そのイスラエル大使が、はい、なぜこうなんていうんですかね、そういう施設を、そういう支援を、そうそうそう、まあ、あの国としてもやっぱ日本に対して、うん、まあ、やりたいということで、たまたま、まあ、あのちょっと聞いたらその、まあ、地元の NPO の、うん、あの会があって、まあ、そこ の, あの関係もあってですね、だから、まあ、何ができるのかなっていうことで、うん、まああの地元の人と話した時に、じゃあ建物を建て作って、うん、はい、まあ、そういう、まあ、記憶っていうかね、残しとこうっていうことになったみたいですけどね、うん、まあ、そこはあの学童保育みたいに子どもたちが普段は使ってて、うん、まあ、学校のすぐ隣にあるんですけど、うん、まあ、あの国際ね、なんかセンターみたいな形で、うん、なんか名前はねすごい大きな名前でしたけど、うん、ね、でもやっぱりそういった形で、はい、あのね、他国の方がね、うん、あえて支援をしてくださるっていうのはすごく嬉しいですね。そうですね、はい、ね、嬉しいです、すごく、うん、またそこでこう友好がこう強まるというか、はい、強まってくるというか ね、はい、本当に、ね、うん、すごいですね、まあ、実際に、まあ、仙台に行かれた方、うん、私の知り合いでも結構ね、行った方も多いんですけれども、やっぱりあの現地に行ける人もいれば、ね、いろんな理由で行けない方がいて、例えば寄付をするとか支援物資を送るとか ね、はい、そんな形で本当にこうなんていうのかな、日本中が一つになったような気もしましたね、うん、はい、いや本当そうですね、あの花事務局長のお母さんも宮城出身でしたっけ、はい、うん、そうですね、です宮城の方結構いらっしゃって、そうなんですよ、あの本当に連絡取れなくて、はい、で、まあ、うちの母の場所はちょっと山の方なんですけど、うん、逆に、山の方で、家があの倒れてしまいまして、あ、そう、100年ぐらい経ってたので、あ、そうですか、で逆に支援物資が全く来ない、あ、逆にね、逆に来なくって、うん、もう本当に隣近所で、あの助け合って、うん、まあ、農家なので食べるものはあるので、うん、あ、そう、はい、でガスコンロとかそういうのとかはあるので、はい、それでどうにかあのやってたみたいですけど ね、であの家が崩れてしまってるので、あの養豚場をやってたんですよ、はい、うちの母の実家は、うん、だからあの豚小屋の、うん、出産するときに待機する、うん、あの部屋があるんですよ、はい、そこになんか暮らしてたみたいですよ、でも良かったですね、だってさ、まだまだ寒かったですね、いや寒いですよ、ね、この時期今日本当寒かったですね、風がすごいんですよ、よかったね、良かったですね、そう、逆にね、なんかこう人間が住んでる家がダメになって豚が住んでる小屋が大丈夫だったっていう、そのなんかね、なんとも言えない、なんか丈夫に作ってるわけでもないのにね、シンプルに作ってるんだけど、そっちの方がもう何一つ壊れてなく、そっちで、はい、でも大変だったは大変だったらしいですよ、うん、そうですよね、なんせ物資がないっていうのと、あと電気ガス水道がもう全くなかったみたいで、う、ね、うん、もうライフラインが ね全部ダメだったからな、大変でしたね、そうですよね、皆さん東京でしたね、そうです、私東京でした、村木は沖縄ですね、そうすると沖縄では別に、あ、でもちょっと揺れた、揺れないね、い関係ないもんね、揺れてないですよね、沖縄は離れ離れてますからね、そうか、ほとんど地震ないですからね、沖縄は、うん、ね、そうなると本当にほら何事もなかったような生活じゃないですか、だからそれはそれでね、はい、あの遅れることがありがたいなときっと思われたでしょうし、ね、東京で私はその時銀座にいたんですけど、銀座から家まで江戸川区まで歩きまして、ですよね、もうみんなそうですよ、ね、もう全部止まっちゃったから、そうで、すごいなと思ったのがね、あのなんかあるタイミングから
どん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 自転車で通る人がすごく増えたんですよ。あらあらと思ってたら、うん、そうしたらね、その途中自転車さんがあったみたいで、はい、自転車売り切れてたみたいで、そうみんな自転車で、で途中の自転車、私も自転車買いました。あ、買いました、やっぱり買いました、ねー、うん、これも自転車しかないなと思って、ね、うん、で次に会った自転車さんももう ほぼ売り切れてて、ね、まあ、人が並んでてね、なんかこうやってましたから、なるほど、その点もありますねなんて思いましたけれど ね、うん、でもやっぱりあの時に私ヒールで歩いてて、もう足が痛くなっちゃって、もうこれどうしようって思った時に、ちょうどね、あの普通の一般のお店ではなかったんですけども、あの電気がついてて、でね、こう歩いた人がひょこって入ってくのが見えるんですよ、うん、なんだろう、あそこはなんだろうと思ったら、うん、まあ、いろんなね商品を扱っている卸問屋みたいだったんですけども、はい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 、そこでスニーカーをね1足500円で売ってくれたんです。そうなんですね。で500円でいいんですかって言ってしまったくらい、うん、もういいんですよ、ですよね、そのみんなでって言って、もうありがたかった、本当にありがたかった。で靴もう裸足で歩かなくて済んだからね、でそれ袋入れてくれて、靴履かせてくれて、でテクテク歩いて帰れたというね、だからやっぱり そこは本当にこう、人の温かさ、そうですね、うん、助け合いというか、はい、それをね感じて、多分それ自転車屋さんは倍ぐらいで売ってましたよね、値段、それでもその頃から多分コンビニとか、うん、コンビニさんとかがトイレを貸すきっかけになった、積極的にね、うん、そうですね、それまで貸さなかったからね、ですよね、それがきっかけでなんかこう、うんうん、トイレを貸す形に多分なったとちょっと記憶にありますけど、うんね、やっぱりそういうところが少しずつね、はい、また変わっていって、より住みやすい、より一緒にね、いや本当そうですね、うん、そんなね日本になっていったらいいなと思いますね、本当そうですよ、はい、あとね2分30秒はい、はい、先生理事長から何かないですか。あ、まあ、今日のね、お話、広告戦略マーケティングですけども、はい、多分皆さんもいろいろね、個人的にいろいろやってらっしゃる方が多いと思うんですけども、うん、まあ、及川さんそういう面ではいろんな今取り組みされてらっしゃるので、うん、まあ、今その実験実践やりながら、うん、試して、でそれをまた講義にねこれからもしていきたいと思ってますので、うん、はい、ご興味ある方ね、でこれから自分でいろいろ発信したい人、ね、うん、そういう方なんかもちょっとまた、興味持ってもらって、講義の方をね、うん、受けていただければなと思っておりますので、そうですね、はい、ぜひ皆さん、はい、ご応募お待ちしております、はい、ね、もちろん、ね、社会貢献課の方に、はい、ね、それもね4月からですけども、まあ、もう今たくさんね、はい、今申し込みいただいてますけども、うん、まだ全国からこれできますから、はい、今日も多分ね全国からたくさん聞いてくれてる方がいらっしゃると思うんですけど、うんうん、そうですね、オンラインでもできるし、うん、リアルでも、まあ、少人数制でやってますので、うん、ご興味ある方はね、うん、ぜひ社会貢献やりたいとか実業、今の実業をもっと大きくして、うん、なんかやりたいって方はですね、チャレンジしていただければなと思っております。はい、私たちがお待ちしておりますね、はい、はい、はい、もう楽しみですよ、はい、うん、はい、及川先生、はい、一言、はい、はい、皆さんぜひ一緒に学びましょう学びましょう、はい、そして体も鍛えましょう、鍛えましょう大事ですよ、体を動かすとかね、そうですよね、はい、それではですね、国際ビジネス大学校渋谷オープンキャンパス、皆様とお別れの時間になってしまいました、はい、次回は3月の24日となります。はい、イエイイエイ、3月24日またお会いしましょうということでですね、はい、それでは皆様いい夢をということなんですけれども、はい、花ちゃん、はい、一言お願いします。はい、ランドセル本当に皆様のおかげで、うん、渡すことができてますので、来年の子どもたちにも、うん、ぜひ、ご協力いただけたらと思います。そうね、そうそう、もうね次ってもうどんどん続いていくので、はい、はい、そうですね、はい、やりましょう、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、お体に気をつけてまたお会いしましょう。3月の24日です。それでは皆さんこちらに向かって、はい、さようなら、はい、バイバイ、またお願いします。